お前はこんな腐った国を叩き潰してやりたいと思ったことはないのか。おいおい、そんなこと言ったら死刑になっちゃうぞ。ライナ、俺がやってやるよ。俺がこの国の王になって全てを変えてみせる。お前がかつて望んだ世界を作ってやるよ。だからライナ、俺についてこい。めんどくさいからやだ。あ、でもシオンが王になったら昼寝をたくさんしたやつが出世するような法律を作ってくんない？その全てに応えたいと思った。その全てを手にしたいと思った。まだできるはずだ。まだいけるはずだ。約束したから。あいつと約束したから。方法は違ったとしても、それでも負けるわけにはいかない。じゃあなんでこうなる？めんどくさい。全部めんどくせえんだよ！私を殺すなんてできるはずがない。いいか、お前は化け物じゃない。聞こえているのか、ライナー！ライナー！クソが！悪い、フリーズ、俺の目を閉じてくれ。仲間たちと喧嘩して笑い合って、また仲直りして、それ以上に何を望む？仮初めでも今が平和なら、兄たちへの復讐も王になる必要もないんじゃないか。君といると、君たちと一緒にいると、そう思えたんだ。俺はやっぱりお前を殺そうとしたな。お前が本気で私を殺すつもりなら殺せたはずだ。だが私は死んでない。ライナ、よく戻った。あ、ただいま。君といると、君たちと一緒にいると、そう思えたんだ。だけど逃げ場なんてもうこの世界にはないのかもしれないよ、ライナ。